トマス・アクイナスは、中世ヨーロッパ、イタリアの神学者、哲学者、シチリア王国出身、ドミニコカイ士、神学大前で知られるスコラ学の代表的、神学者である。カトリック教会と聖公会では、聖人、カトリック教会の33人の教会博士のうちの一人、イタリア語表記では、トンマーゾ・ダ・クイーノ、スーパー・フィッシカム・アリスタ・テリース、 1595,225年頃、トマスは南イタリアの貴族の家に生まれた。母テオドラは神聖ローマ帝国の法園主タウ体ン家に連なる血筋であった。生まれたのはランドルフ博であった父親の居城、ナポリ王国悪意の近郊の六カ石家城であると考えられている。オジノシニバルドはモンテカッシーの修道院の院長をしていたため、やがてトマスもそこで院長として、 おじの後を継ぐことが期待されていた。修道院に入って、後位聖職者となることは、貴族の子息たちにはありがちなキャリアであった。こうして5歳にして、修道院に預けられたトマスはそこで学び、ナポリ大学を出ると、両親の期待を裏切って、ドミニコ会に入会した。ドミニコ会は、当時、フランシスコ会と共に中世初期の教会制度への挑戦ともいえる新規軸を打ち出した。 修道会であり、同時に、新進気鋭の会として、学会をリードする存在であった。家族はトマスが、ドミニコ会に入るのを喜ばず、強制的に、三助番以上の家族のもとに連れ帰り、一年以上、そこで軟禁されて、本為を促された。初期の伝記によれば、家族は、若い女性を連れてきて、トマスを誘惑までさせたが、彼の決心は揺るがなかったという。 ついに家族も折れて、ドミニコ会に入会を許されるとトマスは、ケルンに学び、そこで、生涯の死と仰いだアルベルトゥス・マグヌスと出会った。おそらく1244年頃のことである。1245年には、アルベルトゥスと共に、パリ大学に赴き、3年同地で過ごし、1248年に、再び二人で、ケルンへ戻った。アルベルトゥスの執行法、 学問のスタイルはトマスに大きな影響を与え、トマスがアリストテレスの手法を進学に導入するきっかけとなった。トマスは非常に関連的な価値観を持つ人物であり、同時代の人と同じように聖なるものと悪なるものをはっきりと区別するものの見方をしていた。ある時、自然科学に興味があったアルベルトゥスがトマスに自動機械なるものを示すと、トマスは 悪魔的であるとして、これを批判した。1252年に、パリに赴いて、学位を取得しようとしたが、パリ大学の教授会が、宅発修道会に対して、難癖をつけてきたため、やっとの思いで学位を取得し、パリ大学進学部教授となった。しかし、明石ナトマスはやがて1257年に、教授会に迎え入れられ、そこで教弁を取った。百五十九年には、 バレンシエンヌで行われたドミニコ改装会に代表として出席した。その後、教皇ウルガヌス4世の願いによってローマで暮らすことになった。1269年再びパリ大学神学部教授になり、シゲルスを中心とするラテンアベロエス派や、ジョン・ペッカムを中心とするアウグスティヌス派と論争を繰り広げる。同時代の人々の記録によるとトマスは、 非常に太った大柄な人物で、色黒であり頭は、ハゲ気味であったという。しかし、所作の端々に、育ちの良さが伺われ、非常に親しみやすい人柄であったらしい。議論においても逆上したりすることなく、常に冷静で、論争者たちもその人柄に惚れ込むほどであったようだ。記憶力が卓抜で、一旦研究に没頭すると我を忘れるほど、集中していたという。 そしてひとたび彼が話し始めるとその論理のわかりやすさと正確さによって強い印象を与えていた。1272年のフィレンツェの教会会議において、トマスはローマ管区内の任意の場所に新学大学を設立するように求められ、温暖な故郷ナポリを選び、著作に専念して思想を集大成に努めるようになった。1274年の初頭、 教皇は第二リオン公会議への出席を要請した。トマスは健康状態が優れなかったが、これを快楽し、ナポリからリオンへ向かった。しかし、道中で健康状態を害し、ドミニコ会修道院で最後を迎えたいと願ったが、叶わず、そんにいいのに近いフォッサの場の死闘会修道院でよう、去った。1274年3月7日のことであった。死闘会師たちは遺体を、 ドミニコ海側に渡すまいと、棺を修道院内に隠す、頭を切り離す、骨だけにするために遺体を煮込むなどの暴挙をあえて言ったとも言われているが、教皇の命令により1369年になって、ようやく遺骨がドミニコ海に引き渡された。トマスは、会う人すべてに強い印象を与えている。彼は、 パウロやアウグスティヌスと並び立つ人物と言われ、ドクトル・アンゲリキュースと呼ばれた。1319年に、トマスの劣勢調査が始められ、1323年7月18日、アビニョンの教皇ヨハネス22世によって劣勢が宣言され、成人に挙げられている。1545年のトリエント公会に、議場に設けられた祭壇の上には2つの本だけが置かれていた。 一つは聖書、そしてもう一つはトマス・アクイナスの神学大善であった。トマスの最大の業績はキリスト教思想とアリストテレスを中心とした哲学を統合した総合的な体系を構築したことである。かつてはトマスは単なるアリストテレス主義者に過ぎないという見方もあったが、最近の研究ではそのような見方は否定されている。トマスはアビケンナやアベロエス。 アビケブロン、マイモニデスなどの多くのアラブやユダヤの哲学者たちの著作を読んで研究し、その著作においてもたびたび触れている。そこから、トマスは単なる折衷化に過ぎないとの見方も根強いものがあったが、現在では、存在の形事情学がトマス的総合の核心であり、彼独自の思想である点に見解の一致があり、その存在を、 どのように解釈するかによって様々な立場に分かれるとされている。全体的に見れば、トマスはアウグスティヌス以来のネオプラトニズムの影響を残しつつも、哲学における軸足をプラトンからアリストテレスへと移した上で、神学と哲学の関係を整理し、神中心主義と人間中心主義という相対立する概念のほとんどを不可能とも言える、統合を図ったと言える。 トマスの思想は、その死後もトマス主義として脈々と受け継がれ、近代の自然法論や国際法理論や立憲君主制にも多大な影響を与えただけでなく、19世紀末に起きた新トマス主義に基づく復興を経て、現代にも受け継がれている。トマスの生きた時代は、十字軍をきっかけにアラブ世界との文物を問わない広範な交流が始まったことにより、 東ローマ帝国皇帝、ユスティニアヌスの異教活動禁止のため、一度は途絶したキリシア哲学の伝統が、アラブ世界から西欧に莫大な勢いで流入し、度重なる禁止令にもかかわらず、これをとどめることはできなくなっていた。また、同様に、商業が目覚ましい勢いで発展し、都市の繁栄による豊かさの中で、イスラム教徒であるとユダヤ教徒であるとキリスト教徒で、 あるとを問わず、大衆が堕落していくという風潮と、これに対する反感が渦巻いていた。トマスは、このような時代背景のもと、哲学者、アリストテレスの注釈家と呼ばれていた、アビケンナやアベロエスとは、キリスト教の真理を弁償する、ご教科として、理論的に対決する必要に迫られていた。また、トマスは、同様に、アビケブロンのみならず多くのユダヤ人思想家とも、 対決をしなければならなかった。トマスはアリストテレスの存在論を承継しつつも、その上でキリスト教神学と調和しがたい部分については新たな考えを付け加えて彼を乗り越えようとしたのであり、哲学は神学の女であった。アリストテレス自然哲学とキリスト教との調停、アリストテレス自然哲学による二元的宇宙像は地上界の出来事には、 必然的に天上界が作用するという考え方の基本となった。この考え方には地上界のあらゆる出来事は天上界の動きによってあらかじめ決まっているという運命決定論と逆に天上界の運行がわかれば未来を予測できるという先生術が含まれていた。この自然が自身の法則性にのっとって自律的に振る舞う。 という古代ギリシャ自然哲学の世界観は神による奇跡を認めるキリスト教はとは相入れなかった。キリスト教会は400年の第1トレド教会会議で先生術の排斥を決議し、さらに561年の第1プラガ教会会議でも先生術を公式に否定した。その後、ヨーロッパでは古代ギリシャ哲学の書物はイスラム圏に流出したもの以外は、 教会の書庫の奥に眠ることとなり、その内容は次第に忘れ去られていった。ところが12世紀ルネサンスの過程で、イスラム圏からの流入によって、ヨーロッパの知識人たちはアリストテレス自然哲学を知ることになる。そして、アリストテレスの自然哲学が大学で教育され、西欧の知識階級に浸透していく過程で、二元的、宇宙像とそれに基づく、 先生術は一般の人々を広く魅了して浸透していった。キリスト教は一方的な禁止や弾圧ではアリストテレス自然哲学を抑えきれなくなっていった。トマスはその危機に直面したキリスト教神学を救った。問題はアリストテレスの二元的宇宙像では天上界が地上界のどこまで影響を及ぼすのかということだった。トマスは物体としての天体は 物体としての人間の体には作用するが、非物体としての人間精神や意志には直接作用することはない。と解釈して、キリスト教神学とアリストテレスの自然哲学を調停した。彼の神学思想は死後一時異端と判断されたが、1322年に復権して、キリスト教世界で公式に認められ、14世紀中期に正当神学の地位を確立した。 一方で、トマスのおかげで、アリストテレスなどによる古代ギリシャ自然哲学は、大やけに研究できるようになった。これによる、アリストテレス自然哲学などの研究は、17世紀の、いわゆる、科学革命へとつながっていった。トマスは、その哲学において、アリストテレスの行走質量と、現実体可能体の区別を受け入れる。アリストテレスによれば、存在者には、 質量元と行創元があるが、存在者が何でできているかが、質量元、その実体、本質が行創元である。存在者を動体的に見たとき、潜在的には可能であるものが可能体であり、それが生成したものが現実体である。行創質量は、主に質量を持つ、自然界の存在者に限られるが、現実体可能体は、 自然界を超越した質量を持たない行僧のみの存在者にまで及ぶ。すべての存在者は可能体から現実体への生成ルテンの変化のうちにあるがすべての存在者の究極の原因であり、神は質量を持たない純粋行僧でもあった。しかし、トマスにとって神は万物の根源であるが純粋行僧ではありえなかった。旧約聖書のデージプト記。 第3章第14節で、神は、私はありてあるものであるとの啓示を申せに、与えているからである。そこで、彼は、アリストテレスの存在に修正を加え、存在本質を加えた。彼によれば、存在は、本質を、存在者とするため、現実体であり、本質はそれだけで現実に存在できないため、可能体である。存在はいかなる時においても、現実体である。 神は自存する存在そのものであり、純粋現実体である。人間は理性によって神の存在を認識できる。しかし、有限である人間は無限である神の本質を認識することはできず、理性には限界がある。もっとも人間は神から温調の光と栄光の光を与えられることによって知性は成長し、神を認識できるようになるが、生きている間は、 温調の光のみ与えられるので、人には信仰、愛、希望の導きが必要になる。人は死して、初めて栄光の光を得て、神の本質を完全に認識するものであり、真の幸福が得られるのである。トマスは、神の摂理が世界を支配しているという神学的な前提から永久法の観念を導き出し、そこから理性的非造物である人間が、 永遠法を分有することによって把握する自然法を導き出し、その上で人間社会の秩序づけるために必要なものとして人間の一時的な便宜のために制定される人定法と神から啓示によって与えられた神情報という二つの観念を導き出した。その詳細は以下の通り永久法とはこの宇宙を支配する神の理念であり、そのうち 理性的被造物たる人間が運有しているものが自然法である。そして自然法のうち人間が何らかの公用のために特殊的に規定するものが人定法であり人間がより強く永久法に預かれるように神から補助的に与えられたものが神情報である。すなわち人間の能力には限界があるために人々は永久法から預かった。 自然法に基づいて適切に人定法を制定するということができず、また様々な意見の対立が生じるので、それを補うために神から与えられたものが神情報である。ここで神情報として念頭に置かれているのは旧約聖書と新約聖書において命じられている事柄であり、前者は旧法、後者は新法と呼ばれる。永久法は神の内にある。 最高の理念であり、あらゆる法の源泉である。このような永久法の一部である、自然法は、あらゆる人定法の源泉であり、その妥当性の基準となるとして、トマスは、永久法、自然法、人定法の階層構造を認めたのである。スーパーリーブロスでゲネラチオネイカップ社に、トマスの著作は、大きく以下の5種類に分類できる。進学に関する、総合的、 体系的著作討論聖書中介やアリストテレス及びその他の権威ある著作の中介その他の象徴作。第1のカテゴリーに分類されるものには明大論集中会及び大異教徒大全のほか最も有名な進学大全が含まれる。第2のカテゴリーには様々な題のついた定期討論集と任意討論集がある。定期討論集は以下の通り、 第3のカテゴリーは、旧約聖書や新約聖書の仲介である。旧約聖書の仲介は、以下の通りである。新約聖書の仲介は、以下の通り第4のカテゴリーは、アリストテレスや、その他の権威ある人の仲介である。アリストテレスの著作への仲介は、以下の通り、アリストテレス以外の権威ある者の著作への仲介は、以下の通り、第5のカテゴリーには、 世界の永遠性についてつぶやくものに対してなど、論争的著作や存在するものと本質についてなど、特定の主題についての論文が含まれる。トマスは著作を自ら筆記せず、口実したものを弟子たちに書き取らせた。トマスは悪筆で有名で、初期の電気作家によればトマスは、複数の筆記者にそれぞれに異なった事柄を話し、あたかも、 神からの真理の巨大な本流が彼のうちに流れ込んでいるかのようだったという。このような伝説的な逸話は別としても、近代の研究者も、写本の研究から、トマスが覚書を手にして読み上げながら、自分が読み上げた文章を必要に応じて修正し、他の著作を引用するときはその書物を取り出して読んでいたのであろうと推測している。その著作において、トマスは、 ドゥンス・スコトスらと違い、読者にも自らの思想の軌跡を根節丁寧に追体験させるような表現をせず、権威を持って教えるという形にしている。これは、彼が刑事を受けて著作したというスタンスに立っているためであり、そのため、トマスの著作は、現代の我々の視点からはやや物足りないという感を与えるものになっている。ありがとうございます。